沢口靖子、長年にわたってテレビドラマや映画で活躍してきた女優だが、彼女の私生活には隠された一面がある。特に経済界の大物堤義明さんとの愛人関係が噂されている。堤義明さんはグループの帝王として君臨し、一時は総資産額で世界1位に輝いた経済界のドンだ。沢口靖子はデビュー当時、彼がオーナーを務めるプリンスホテルグループのキャンペーンガールを務めており、この関係が2人の愛人関係の始まりと言われている。その後、沢口靖子は彼から車や軽井沢にある別荘を贈られ、その別荘には2人だけの特別室が設けられていたとの噂も。この愛人関係は公然の秘密として業界内でささやかれていた。愛人関係の真相は不明だが、沢口靖子のキャリアにおいて堤義明さんの存在は無視できない影響を与えていることは間違いない。